こんにちは。最近、生配信を始めるも、ままならない、弁当箱360です。今回は、前に、酔っ払って配信した時、あまりのきつさに、酔いが覚めたゲーム、PC エンジン版、ジムパワー、あまりのきつさと、不甲斐なさに、後日、シラフで挑戦するも、謎のボスの前に撃沈、仕事の疲れや、眠さもあり、撤退する羽目になりました。ということで、今回は、元気な昼間、配信外で、ジムパワーのクリアを目指したいと思います。ゲームの概要や、オープニングムービーなどは、コメント欄にある、段ボールは薄いんブログのアドレスにあるんで、しょうもない記事ですが、よかったら見てってね。さて、操作は、1ボタンでジャンプ、2ボタンでショットの2ボタン操作、ジャンプ中は、一定時間、空中で操作を制御できますが、一定時間経つと、強制的に、垂直落下を始めます。あぶね。と、ご覧の通り、ただただ、おっさんが走ってるだけでも脅威です。慎重にかつ、時には大胆に進まねばなりません。そうそう、アイテムですが、今取ったのは、タイムアイテム、画面の上段、右から2番目、制限時間がありまして、これが0になると、1ミスとなります。オリジナルと違って、PC エンジン版は、割と時間に追われることはありませんが、余裕があれば、取っておきましょう。このアイテムは、エキストラアイテムとやらで、ショットの火力が増すみたいです。ただ、後半に獲得した時は、何も買わなかったので、よくわかりません。あと、時折出てくる宝石ですが、集めて何があるかはわからんです。取りに行って、無駄な時間を費やすなら無視して進んだ方がいいと思い、無視しております。あ、ここの水滴、当たったら死にます。ただ、オリジナルよりは判定が小さいので、PC エンジン版は随分と遊びやすいジムパワーなんだなぁと思います。コナミカン、そうそう、ステージは鍵のかかった扉、ぽいので区切られていまして、道中に鍵を獲得しないと進めない仕様になっております。あと、今破壊したアイテムボックスですが、破壊せずに触れると死にます。中のアイテムは用途不明ですが、1アップは残機が1増えます。取りこぼしのないようにしましょう。さて、この先は運ゲー。おい、これと、突然現れる変なのに踏まれて死にます。そうそう、ショットボタンを押しっぱなしにすると、SB とかいうアイテムを消耗して、しょうもないチャージショットを放てます。あと、オリジナルだと、こいつ、割と多彩な攻撃をしてくるのですが、PC エンジン版はご覧の通り、飛んでるだけです。お、ようやく終わりましたね。このふざけた、樽を落としてくるやつも、オリジナルに比べると随分ぬるいんでね。オリジナルは、樽の爆破にも判定がありましたし。てか、最近配信されたのは、オリジナルではなく、メガドライブに出すはずだったものなんでしたっけ？いや、欧州限定のスーファミ版の移植なんでしたっけ？よくわからんですが、国内で当時遊ぶには、PC エンジンのこれだけだったんですよ。
この手の足場は、停止するとき、慣性が働きましてね。変な風に乗っかると、足場から落とされるんですよ。ここは、前の配信で死ぬほどやられたんでね、覚えていましたよ。慣性の法則でこんな針もさ、刺さるかよそんなのって思うじゃん？触れただけであの良い気だからね。すっげー時間がかかりましたが、これで一面のボスに行けるぞ。残機4か。しんどいな。この、ぶっ飛んだセンスのボスデザイン。オフランスのデザインは一味違うぜ。ちなみに、PC エンジン版は非常にぬるいですが、配信されたやつは弾は撃つし、不可避な突進はしてくるしで、強いの向こう側にいます。終わりましたね。ちなみに、画面中央の、ウェッドネってのが、再開できるパスワードです。パスワードの入力は、タイトル画面で十字キーの上を押すとパスワード画面になります。クリアした後にそれに気づきました。お、クソシューティングが始まりましたね。これ、見た目通りの当たり判定、加えて、火ダメイコール、残機が1減るんでマジで地獄です。ただ、配信されたやつに比べると、あっちはアホみたいに初見殺ししかないんで相当マシでございます。残念、私の冒険は終わってしまった。何度でも蘇るさ。でも、同じところを見るのは苦痛でしょうから、2面に行くまで加速します。
ここで一気やられるのは、仕方のない資質。避けれたー。ほんじゃま、加速しますかね。マジか、残機を8も残してボスまで来れた。とりあえず、このクソシューティングは、敵を倒すより、避けることだけ考えるのがベストだと思いました、まる。完全覚えゲー、意地でも火ダメを与えに来る編成ですわ。ちなみに、しょうもないチャージショットはシューティングステージでは使えません。クソが。ここまで来たら、飛び出す魚しかいないんで、割と安心。おい、ゴリラ！ゴリラ！さて、驚きの巨大ボスですが、とりあえず2ボタンを連射状態にして、勝ちました。このステージから、弾を撃ってくる敵が出てきます。が、敵を画面外に見切ると弾も消えるので、出てくる場所がわかれば楽ちんちんです。ただ、このステージに到達したのは、この回も含めて4回目なんで、全く位置情報を覚えていないので、超慎重に進んでいきます。
ち。死んだかと思った。ここは飛ぶとね、背景だと思った針に刺さって死にます。長く苦しい戦いでした。またすごいデザインのボスですが、動きはワンパターン。ただ、接近してくるときは一面のボスと違って画面端にいても当たるんで早めに回避しておきましょう。弱点は目。両目を破壊すると倒すことができます。終わりましたね。次は楽しい楽しい、しょうもないシューティングステージです。Nope.
マジで、音楽だけはいいんですよね、このゲーム。すっげー昔、音楽だけ抽出してアップしてるんで、興味がある人はコメント欄から飛んでみて。さて、ここからは一見地獄ですが、一番下でボタン連射しながら、水滴だけ避けるスタイルで進めば大して難しくなかったりします。さて、ボスなんですが、前回の反省を生かした戦法でいきたいと思います。開幕の無敵時間を使って一気にダメージを取りに行く作戦。いやね、こいつ。弱点が下半身にあるんですがね。攻撃できるチャンスがほとんどないんですよ。こんな感じで、チクチクとハエも殺せないパンチを出し続けなければならないんですわ。少しでも触れたら1ミス扱いだしね。ほんとしょうもないやつですわ。長くなるんで加速します。長く辛い戦いでした。結局2ミスしたし。ってことで初見のステージに来ました。おいおい、足場が速すぎだろ？乗らないでいけるじゃん？うっわ。腹立つところに腹立つ面のやつがいるわやったぜ。当たってねえだろー。まったく、今更ですがひどい目に遭いましたわ。
ここ、落ちて大丈夫なの？実は透明な床があるとかじゃねえよな。マジ判定が冷蔵庫。全然ギリギリじゃなくてよかったじゃん。なんだてめえ。
おーおい。ってどこまで戻されるんじゃい。やったー、ボスだー。こいつ、オープニングに出てきたやつじゃん。ひょっとしてラスボス。やったエンディングとかないの。何の期待もしなかったけど、バカなの。ご視聴ありがとうございました。